暑かったですよね、今年の夏は。暑いですよ、だってもう7月からずっと30度以上ですよ、うん、本当ですよね、熱中症になった方も、ね、いるしね、いますよ、狂ったような暑さでしたけど、はい、あの今回はですね、実は私この番組を通して、まあ、車熱も上がってきて、さあいよいよ車買う時が来たんじゃないって自分の中で思ってるんですよ。なので今回は、お二人がこの車いいんじゃないっていうのを選んでもらおうかなっていう。いいですよ。いいですよ。全部乗っかり方です。うん、全然いいですよ。いやでもね、長く一緒にこれね番組やってるけども、結構楽しい車が好きだよね。かもしれないです。うん、基本的にはね。いいなと思うのは割とそういうのね。意外となんかね、見てく時に必ず、あこれ楽しいとかこれ嬉しいとかね、ハッピーな車っての。ハッピーな車いいですね。いいんじゃないですか。あとね、おそらく私思うんですけども、吉武さんは金持ってます。金持ってますよ。持ってる。結構僕ね持ってる、貯めてるタイプだと思うんですよ。私趣味貯金ですもん。ほらでしょ。アナウンサーってさ、金使うとこないでしょ。ないんですよ、ね、本当ないんですよ。だって番組とか、ね、プロデューサーとかディレクターに飯は食いに連れてってもらえる、飲みには連れてってもらえる、自分で金払うとこがないんだから、うん、この番組でも昼のお弁当2回食べてますからね。そんなことない。でもコーヒーはめっちゃ飲みますよ。そうなんですよ。もうね、ただとなるとね、メネル買うから相当ね、でね、相当私はね、男もいなそうなんで溜め込んでる。溜めてますね。だから、あの多少お金高い車でも僕は平気だと思います。なるほど、はい、じゃあ、何ですか。何がいいと思います。本当に買っちゃおうかな、はい、運転手付きのロールス。何それ、ね、溜め込んでんだからいいじゃない。ちなみにいくらぐらいですか、ね、運転手付きでロールスロイス。ロールスは、まあ、ファントムで俺の友達が乗ってるけど7500万。高っ。無理無理、そんなのも何それ、無理無理、ね、儲かってるアナウンサーなんだからつまんないことない。自分は後ろに乗って私それだってそのファントムに寝泊まりしますよ、本当家だと思って、ね、普通のロールスだとどうするんですか。普通のロールスだと4500万で買えますよ、うん、ファントムだと後ろに乗ってるとこう夜ね、夜星空になるの、天井が開くんですか。いや、ね、星空、天井が星座になるの、プラネタリウムみたいになるのね。そうそう、いるその機能。それで、ね、それで流れ星が流れるの、こう、車の中でですか。何秒後に。何それ。いや、あるんですよ。でさらにあれすごいな、オーダーだと自分の星座が光るんです。え、そうそうそう。何座。蟹座です。だから蟹座だったら蟹座が光るとか、よくない。後ろに本当に帰ってさ、まあ、でも確かにこれが私の星座と。そう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 、めっちゃやだ。なんでよ、これが私の人生。さすがにやっぱりね、4500万とか7000万はちょっと非現実的だと思うんで、うん、もう一発ないですか、土屋さん。もう一発、はい、まあ、もう少しリアルな、はい、リアルなのお願いします。やっぱさ、はい、この番組の司会者なんだから、うん、ね、うん、GR86 のオートマでいいと思う、俺は。あ、え、乗りこなせるかな。いや、楽なの。ゼリーさんがこの間乗ったんだから、本当に。だってあれなんか本当ドリフトするじゃないですか。いや、それはでも意外と街乗りでも楽だよね。全然楽だよ。いいですか。全然楽だから、本当にあれは吉武さんをびっくりさせるためにドリフトしただけで、うん、だからゼリーさんが乗った時は普通にこうやって GR86、まあ、でね、サーキット走ってた、あれ のオートマだから全然楽だから。え、価値上がりますか86。いや、もう全然値が下がんないから。あ、そっか、86は。え、手に入るんですか86は。俺に言えばね。あ、普通に言うと早くなるの。俺は結構あのコネあるんで。あ、そうだ、おかげさまで。確かに。いや、私値が上がるやつがいいな。値が上がるやつはね、はい、意外と限定の色とかあるじゃないですか。限定車で、限定車ってね、その今年はね、オレンジなんですよ。へえ、86の限定は。そうそう、ね、そう、だから限定だと意外となんか値が下がんない。下がんないですね。上がる。あ、それいいかも。転売するやつが多いから値が上がる。また値出しじゃないですかそれ。でもいい。ダメダメ。でもちゃんと乗りこなして、はい、うんうん、そうですね。だから10年乗っても値が下がんないから、それはいいですね。そうか、400万円で買って10年乗っても400万円ぐらいで売れるかな。売れる、絶対売れる。限定車は本当値が下がんない。86、ありがとうございます。はい、あ、いいじゃない。いいでしょ。いい。あれどう、テリーさん、どうですか。うん、僕はね、いろいろ考えたんですよ。ありがとうございます。もうね、長いんですよ、僕、吉武さんと。そうですね。そのお前、吉武さんの性格知ってるから、はい、うん、適当な女です、実は。ねえ、長い付き合いで適当な女に落ちる。あ、そうですね。で、思ったのは、バックトゥーザフューチャーのあのデロリアン。いいじゃない。いいでしょ。いい。
あれどう？私それだと本当あの機能が欲しいですよ、デロリアンの未来行けるような。未来に飛んでっちゃうの。あれオプションで、ね、300万ぐらいプラスになると未来行けますから。あ、いいじゃん。あれどう？それやったら買いますよ。デロリアンいいと思うよ。デロリアンいいですよ。デロリアンって今ね、おそらくちょっと前まで正直言って600万から700万で買えたんですけど、今ね1000万超えなんですよ。そんなする？今するんですよね。さらにこれをですね、今アメリカなんかで流行ってるのはこれを EV にしちゃってるんです。おで新型のねデロリアンも出てるんですけども、これはさっきのね土屋さんじゃないけど値が下がらないと思う。なるほど。みんな好きでしょ。みんな好き。これもこれ乗るとですね、街のヒーローです。確かにね。でこれ楽しいでしょ。確かに楽しそう、うん、あ、これ本当だ。これステンレスでできてるんですよね。だからステンレスのお風呂ってあったんですよ昔、はい、だからそれと一緒でステンレスでできてるんですよ。ステンレスのお風呂ね。うん、そうそう、あの感覚ですよね。あ、面白い。本当車好きのアナウンサーって感じです。そう、うん、そうそうそう、ね、これに注目する、ね、これをもし購入したら仕事が10本入ってきますね。じゃあ買います。別に本当かね。、うん、これ入ってくると思いますよ。これね、何の保証もないよ。何もないですよ。っていうか女子アナの人たちみんな何に乗ってるんですかね。ん、女子アナの人も何に乗ってるんですか。今だとミニとか乗ってるんじゃないですか。あ、ミニとか乗りやすいですね。ミニもそうだし、フィアットとかね。ね、フィアット可愛い系。ちょっとアクティブな人はですね、うん、あのあれ乗ってるね、あのゲレンデとかさ、あ、乗ってる。あ、ジープとかって意外と乗ってる。今から SUV みたいな、ああいうのかな。そうだね。あとアメ車もかっこいいよね。アメ車でかいしさ、でやっぱこのダッチのチャレンジャーなんてめっちゃかっこいいじゃない、うん、ああいうの乗ってるアナウンサーはいないもん。本当ですか。かっこいい。確かにそうですね。うん、僕最近ね、威風堂々。最近実は内緒で車買ったんですよ。何を。またあの古いアメ車でプリマスアローって言うんですけども、今のちょっと雨漏りするんで修理してるんですけども。これも何年式？あれは何年だろうな、1970年ぐらいなのかな。それは雨漏りする。でも今度乗ってきますから。これいいですよ。見てみたい。これちょっと番組で紹介しましょう。紹介します。ね、乗ってみたい、乗ってみたい。じゃあ雨漏り直ったらぜひ。雨漏りしてていいの？1970年代は。そう。多分ね、日本にね何台もない車。渋いですね。あの吉田さんいいよ。俺が買った値段の倍取ってあげる。そんなぼったくりありません。ね、ちょっと番組で紹介しましょう。見ましょう見ましょう。これ乗ってみたい乗ってみたい。ありがとうございます。参考にします。じゃあ全てを。はい。車の話番組 YouTube では。公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。